ったな、この忙しい時に。会社そんな大事？何言ってんだ、当たり前だろ。私たちこのままでいいのかな。胃に腫瘍が見つかりました。不退転の決意か。はい。父さん子供の頃電車が好きでな。ちょっと待って、バタデーの運転手？識別等転倒異常なし。これは49歳で電車の運転士になった男の物語。今が自分の夢に向き合う最初で最後のチャンスだって思ったんだ。ダンスのように、僕にとってはここが最高の夢の場所なんだ。電車は関わってる人みんなで走らせる。お父さん、好きなことやらなさい。